水質や環境保全など優れた海水浴場に与えられる国際環境認証ブルーフラッグ。このブルーフラッグの審査結果が24日発表され、若狭和田海水浴場が見事2年連続で取得しました。最新さんの方でも、認証を得られたという報告をいただきました。記者発表には野瀬町長をはじめ、若狭高浜観光協会の会長とブルーフラッグ推進部会の代表が出席し、それぞれ取得した喜びを語りました。もう転げない喜びでございます。ブルーフラッグはビーチやマリーナを対象とした国際的な認証制度で、取得するには水質や環境保全など33の厳しい基準を満たす必要があります。高浜町の若狭和田海水浴場は、神奈川県の由比ガ浜海水浴場とともに去年アジアで初めて取得し、今年も1月に国内審査を通過していました。今月20日からデンマークで開かれている国際審査の結果、2年連続でのブルーフラッグ取得となりました。去年、若狭和田海水浴場にはブルーフラッグ取得などの効果から前年を大きく上回る17万3000人の海水浴客が訪れました。認証取得を受け、野瀬町長は理想的な環境認証ビーチとして認められるよう取り組みを進め、ブルーフラッグの認知度や高浜町のビーチの良さを広めていきたいと意欲を示しました。高浜町ではプロモーションビデオによる宣伝活動や子ども向けの環境教育活動などに力を入れながら、世界に誇れる海水浴場を目指したいとしています。なお、若狭和田海水浴場には7月8日からブルーフラッグの公式旗が掲げられます。